はい、マルちゃん製麺豚骨醤油味。今夜の食事の用意をしていなかったので、とりあえずね、買い置きしておいた即席麺をいただきます。ついてる液体スープとね、この粉末スープをね、あらかじめ丼に入れておきます。ね、こんな感じかな。あとね、500ミリリットルのお湯にね、麺を放り込みます。はい。皆さん、ラーメン好きですかね。好きですよね。私はもうラーメンも好きでございます。はいはい、3分ほど煮ます。もう今回はね、もう具は一切なし、麺とだしとね、ちょっと卵を入れますけどね、もうそれだけのシンプルなマルちゃん製麺ラーメンでございます。ここで卵を入れます。すぐできるのが即席麺のいいところですね。あとはよく攪拌しましょうね。豚骨のこってり感が出てるね。しかし醤油味ですからね。もうシンプルにね、もう他のもんは入れません。はい、これだけです。なかなかいけるねこれ。まるちゃんやるじゃないの。結構うまいな。めったに食べないんけどね、これ。